どうも、松下洸平プレゼンターの赤ペン武也でございます。さあ、今回紹介したいのは2021年12月22日にリリースされる松下洸平が歌う初のミニアルバム、あなたでございます。でもね、皆さん思ったはずだ。俳優として活躍中の松下さんがいきなり歌い出したと、そんな皆さんにはっきり言いたい。誤解です。実は松下さんのキャリアのスタート、がっつり歌詞です。そこで今回は赤ペン武也プレゼンツ、2分で雑に振り返る松下洸平ヒストリーをお送りします。1987年、八王子で生まれた洸平は、画家である母の影響を受けつつも、中学で突然ダンスに目覚め、その後なぜか美術高校に進学した挙句、いきなり歌手になると言い出した。俺が同級生なら言ってますよ、おい洸平よ、落ち着けと、将来の夢を見つけすぎだと。そして迎えた21歳、2008年に歌手としてメジャーデビュー。見事に夢を叶えた洸平ですが、大事件が起きてしまった。初ライブで観客が1人、とんでもないプレミアライブを開催。しかし表現することを諦めない洸平は、歌手としてメジャーデビューした1年後、ミュージカルのオーディションを受け、舞台俳優として活動を開始。そう、これまでに磨いてきたスキルが爆発しました。その後、舞台上で表現の実力を磨き続け、様々なドラマや映画に出演。その実力が認められ、2018年に文化庁芸術祭にて演劇部門新人賞を受賞。さらに読売演劇大賞にて優秀男優賞、杉村春子賞をダブル受賞。そして2019年、 NHK 連続テレビ小説スカーレットに八郎役で出演。話題沸騰、大人気になるも、ここでまた人生の分岐点となる選択を迫られます。なんと陶芸家の先生から熱烈スカウト。もう才能が渋滞している松下洸平ですが、俺は思いました。苦手なものはないのかなと。ありましたよ、キノコ、それはどんまい。その後も洸平は俳優の道を突き進みます。ミュー404、東京タラレバ娘、リモラブ、知ってるワイフ、映画では萌えよけん、そしてまさかのゴチになりますレギュラー、素の洸平の魅力が炸裂。そして私も紹介してきました TBS 金曜ドラマ最愛で一途な恋を貫く大輝役を公演。デビューから13年、表現への飽くなき挑戦を続けてきた洸平は、今年の8月、松下洸平名義で再デビュー。自身の出発点だった音楽活動を再開。そして2021年12月22日ミニアルバムがいよいよ発売。最愛の人を思い歌うあなた、この歌のサビ見てください。あなたが好きで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 切なくてキュン。もうぜひ聴いていただきたい。松下洸平が愛するあなたに届けたいアルバム、あなたは12月22日に発売です。しかもうち2曲は作詞作曲も担当ですって。以上、2分で雑に振り返る松下洸平ヒストリーでございました。